はい、みかんです。生島に来てるよ。なんかめちゃめちゃ寒かったのか知らんけど喉が痛くてこんな声やね。でめっちゃ頭痛いので加湿器ボコボコ言うとユッキーで、さやちゃんの屋上コンサル昨日ね行ってきました。で、夕飯もさやちゃんと一緒にあのグループコンサル受けた方で、今日あの昨日泊まるって決めてた方と一緒に夕飯も食べてこれたので、あの学んだことはね、すぐにアウトプットすることでインプット深くなるので、もう自分がもう体に染み込ませるためにちょっとやろうかなと思って。で、あの有料のシェア会もやってます。有料の方は1月9日明日、今日8日やな、明日の朝改めてね、あの内容について深くね触れていこうかなと思います。昨日はもう朝早くにね、岐阜から壱岐島、長崎県の壱岐島、あの福岡からフェリーで1時間ぐらいのところにあります。で、八木沢ちゃんのこと知ってる人も知らない人もいっぱいいると思うんやけど、なんかね、やっぱりマキラライブでもそうやけど、あのブログで読むだけとか兄さんの本読むだけでももちろん得るものはある、いっぱいいっぱいあるんやけど、リアルでお会いして話を聞くことで得るものは計り知れない。やっぱそこで言葉にならないものをいっぱい受け取るんだよね、すごく。うん、なんでもう絶対リアルで、あのね、兄さんもそうやけど八木沙耶ちゃんもものすごい深いところで自分のことを見つめてる方なので、あのなんやろね、すごい日々一秒一秒進化し続けてる方だと思うので、あの定期的にリアルにお会いしたい方の一人なんだよね、八木沙耶ちゃんで。なんか私、子宮宮殿会っていうので、さやちゃんのファンクラブみたいな感じで、こう、まあその宮殿会の中で、先に先行、シェアされるようなものがあったりとか、まあそういうのがあるんだけど、なんか、金沢の子宮宮殿会とかにも行ったことあるんだけど、もうその時の、まあなんかさやちゃんのお誕生日のお祝いとかもいろいろあったんだけど、なんか本当一参加者としてそこにいて、なんかああさやちゃんだみたいなのももちろんねいっぱいあるんだけど、なんかその時の自分とはまた全然違う、あれいつやったんやろう、ギター習い始めたばっかりの頃やから2016年だったんちゃうかな、多分ね、うん、そうかもしれない。だから3年前、まあまあ私定期的に結構さやちゃんに会ってるんだけど、なんやかんや言うてあのちらっとね、でもご自宅に伺うのは初めてやったので、あのすごいね、あの夢が一個叶ってめっちゃ嬉しかった。でもめっちゃ嬉しかったけど、めっちゃ嬉しいみたいなふうよりも、そんなこと言うよりはもうさやちゃんにこうガン見だからめっちゃ幸せやった。私のこと幸せにできてよかったと思ってで、1時から4時までがっつり3時間2、3、4、そうね、がっちり3時間約ほんと8人のグループコンサルなんやけど、昨日なんかお一人の方はなんか漫画描きたいですってこう創作意欲に火がついたらしくって、であの来られなかったので 7人の方と、7人で3時間しさやちゃんを独り占め、なんて贅沢なのなんて贅沢なのって思うよね。めっちゃ贅沢やん、贅沢やで。その8名のグループコンサルはもう全部ソールドアウトや、全部ソールドアウトよ。で16日の屋上コンサルもこそっとこう増設されてたんだけど、多分もう満席やと思うんだけど、行きたかったのに行けなかったっていう方はなんかビジネス経営塾とかね、あの限定30名のやつの方とかね、まああの壱岐島行く時点でこうハード高いかもしれないけど、あの、壱岐島っていう場のパワーっていうのもすごくあって、なんか神様がものすごいたくさんいる場で、さやちゃん自身もなんか神社参拝することで、なんか本当に拡大繁栄されていったところなので、なんかそこの場に行って、さやちゃんがこう住んでるところに身を置いてみるっていうのも、あの、大きいことなんじゃないかなと思う。私は8月にね、もう壱岐島初めて行ってるので、あの、その時はタクシー移動やったので、今回はあの心置きなくね、あのタクシーどうしようで、あの来てくれるかなみたいな思わずに済むので、あの、レンタカー借
借ります。あのね、知らない土地で違う車乗るのめちゃめちゃ緊張するんやけど、あのみかん防御してもう1年になるのでいろんな車にあの 3種類ぐらいのビッツとかノアとかなんかハイエースとかも一時期は乗ってたので、あの不慣れながらね、なんかもう強行取材じゃないけどね、なんか あれ今の私ならできるんじゃないって、レンタカー借りるとか今までの私だったらない選択やったんやけど、なんかね、人って変わるもんやね。で、あの、さやちゃんのとこ行って、何を期待して来ましたかって言って、あの、名前と、それぞれ7人の方が、こういうのを期待して来ましたって言って。私は何やろね、はゆるちゃんに、とにかく会いたいっていうのと、屋上コンサルなので、一人一人のね、あ、霊視もしてくれるということで、一人一人こう、丸裸になって、自分とより仲良くなって帰ってもらいたいですっていうのがコンセプトの、あの、募集されてたやつなので、もう、私はもう本当にさやちゃん大好き歴長いので、会えるっていうだけで、それがどんだけ価値があるかってもう分かってるわけよね。だから、やったーみたいな。やったーみたいな。もう引きこもりで、そんな、もう会わないって思って、まあ、それでさ、あ、やった、そのままやるんだと思ってた人、あの、さやちゃんなので、もう1月、12月から1月やって、もうやらない。他に商品開発とかやることいっぱいあるから、ごめん、1月までで終わりって、後から言われて、私は1月にもうすでに申し込んでたので、やったーみたいなね。そうそうそう。だから、あの、チャンスはね、もうすぐに掴むみたいな感じよ。本当に。そう。で、なんていうのかな。よどみなく喋るよね。あの、それはもうすでに彼女の中にこう体験、体感としてやってきたことをただ答えるだけなので、何かこう、事前にそのため準備するっていうことはもうないわけね。今まで生きてきた全てが彼女の回答なので、私たちもすごい、まあファンの人とか、最近ファンになった人とかももちろんいらっしゃるんだけれど、そうじゃない人はもうブログとかでもう彼女がもう全出ししてるから、その中でわからなかったこととか、個人的にどこでつまずいてるかみたいなことを質疑応答みたいな形で、あの答えてもらってました。だから、まあ、例えばあの心の楽より体の楽を選べっていう風にね、自分ビジネスのところで言ってるんだけれども、なんかめっちゃ体辛いけどもうやりたくてしょうがない時どうしたらいいですかみたいな、そういうような質問であ あるとか、本当に個人個人で、私の場合はやっぱり引き合ってそのこの日を選んだっていうのは、やっぱりその他の人の質問とその答えっていうのもなんかそれぞれにとって必要な質疑応答だったりするので、なんかご縁にあった人たちなんだろうなっていうふうに思ってて、本当にさまざまな方々だった。なんかどこぞのあの上品な女性ですねみたいな方とか、なんかもうすでに本当に会社バリバリやってらっしゃる方とか、何チャネラーさんがいらっしゃったりとか、なんか、占い師さんがいらしたりとか、なんか、あ、男性も一人だけいらして珍しいよね。なんだっけな。なんかいろいろやってみえる方でした、皆さんね。で、まあ、つながれて、で、あの、さやちゃん、あの、がん治療中のね、70代の方の彼氏さんがいらっしゃるんだけど、まあ、ほぼ同棲してるらしいんだけど、なんかその方のやってる飲食店のところで夕飯食べさせてもらって、もう、さやちゃん目の前にしながら、あの、長崎ちゃんぽん食べてきた。もうなんか、はーって感じだよね。はー。ふわーって、もうさっきも書いたけど。だから、なんか、なんだろう、こう、例えばこう、自分ビジネスこうやるってなった時に、批判とか、なんかクレームとかも一応、もちろん、あの、出てきたりするやん。でもそういう時に、まだ怒ってもいないのに、何でもやってないうちから、こうなったらどうしよう、あなたらどうしようと思って、動けなくなるっていう質問に対して、まあ、私だったらこうだよ、みたいな。だから、その、今こういうところでつまずいてるんですけど、さやちゃんだったらどうしますかみたいな感じで、サクサクっと、まあ、あの、さやちゃんの返答がね、すごい、なんていうのかな。切れ味がいいので、言葉の切れ味が私は本当にほろぼれしているところで、その言葉の出し方、たまらん、秀逸、本当に秀逸で、びっくりする。うん。で、私は、まあ、二つぐらい質問したかな。まあ、で、あとね、あの、今まで、なんかその、質疑応答で全部今まで3時間終わっちゃってて、あれ、今回のコンサルからちゃんと霊視しようと思ってたらしくて、あの、去年のね、今頃。去年の今頃なの？一昨年か。ね。あの、5万択霊視
彼女風俗嬢時代にものすごいたくさんの方とセックスしてるうちにお相手の方の次の女性の性器の形まで見えるようになったっておっしゃってて、面白いよね。もう唯一無二じゃん、逆に言うとね。で、次の方はこういう方だと思うみたいなのとかも見れて、で、やってみたら、その、相手の方の性器、まあ、彼女の場合は、その、子宮周辺とか、まあ男性なら、まあ、ご沈宅、ご満宅って言ってて、その名前自体がめちゃめちゃ面白いんだけど、なんかその、性についてこうバーってやってた時、自分の本当の声ってね、ハッピーちゃんは言ってるけど、その自分の本当の声っていうのは彼女はの場合は子宮の声という言葉にして発信してて、その子宮会話の中に本音本望、もう何だろう、生理的欲求、食欲、睡眠欲、性的欲求、この3つが三大欲求、人間のね、あると思うけど、もうその下に本望とか 本音とか、そのもう本なんていうのかな、ネガティブとかポジティブとかもそんなくくりなく、本当にもう内側からやりたいって思う本音、もうバリバリの本音、こんにちは山崎さん、バリバリの本音で、そこの本音をそのご満卓ご沈卓その霊視する中で、あなたの本音っていうのを見て、で、なんだっけな、二つ構想があります。あなたの本音を見るのと、あなたの未来の姿です。どっちがいいって言ったら、もう私たち、もちろん、強欲な人たちなので、素直に、自分の欲に素直な人たちなので、どっちもって言って、どっちも見てもらった、みんな。嬉しいよね。面白かった。そう。面白いよね。で、私のことで言うなら、なんつうかな、こうね、なんかね、目をこう見てないような、そう、霊視するさやちゃんを初めて見たんだけど、こう、ちょっと待ってくださいね、って言って、で、どこも見てないような目をして、なんか特徴、彼女無意識なんだと思うんだけど、左手かな？左手のこうやって、無意識にこうやってしてた。なんか無意識なんだろうね。私霊視とか全然できないし、全然見えない人なので、でもそういう観察するのはめちゃめちゃ好きなの。さやちゃんもっちゃんなので、こうやってすっごいこうやってしてて、へーと思って、霊視する姿を見るのも面白かった。で、写真とか撮ってもね、おめめくりくりのなんか可愛らしい、どんどん可愛くなってくるんだけど、なんかね、犬みたいと思った。犬みたいっていうのもなんていうの、さ動物の目ってさ、なんか無垢な感じじゃない？で、ね、なんかそういうのが、めっちゃ面白い。なんかな、ある意味彼女は本当に本音の本物のところを、こう、まっすぐこう見てきてる方なので、ある意味動物的、なんだろうね、動物的、なんかな、いい意味でだよ、めちゃめちゃ。うん、なんかすごいまっすぐな方で、すごいある意味本当に潔癖なぐらいに自分を見てきてる方なので、すごいね、興味深いのね。私めちゃめちゃ興味深くて面白くて、で親子ほど年の違う方でも、さやちゃん私の娘とか息子よりも、まあそのぐらいの年代なんやけど、精神年齢から言ったら本当に人生の大先輩のような気持ちでお慕い申し上げますみたいな感じで本当にそこに集っていたりとかして、ですごい印象的だったのは、よくね、男の人なのに心の中は、心の中は男の人なのに見た目が女の人とか、本当は男なのに女とか、なんか、その性的な違和感で障害があるみたいなことあるけど、さやさんの場合は、鏡見るために、あれまだこんなに若いって思ってびっくりするんだね。だから、なんか気持ち的には、60歳とか、なんか80歳とか、なんかそのぐらいの気持ちなのに、もうこんな若い格好してるから、なんか、もっと年取ってたら、なんていうのかな、経験値も積んでるから、なんか言ってることに納得されて、いろいろ言われなくて済むのに、あ、こんにちは、って思ってるって言ってらして、まあね、付き合ってる男性もね、70代だったり、で、龍博士が40代だったりとかして、まあ、さやちゃん33?34? ぐらいなんだけど、なんか、彼氏見てから龍博士見ると、わかーって思うよね、とか言ってた。面白いね。で、なんか、そう、霊視の話なんだけど、私の本音をこうやって見たら、金稼ぎてっていうの以外見えないけどって言われた。でね、
なんだろう、お金を稼ぐっていうことに関して、あの、なんだろう、お金にすごい私ブロックもあったし、あのね、さやちゃんは、あの、パートナーシップとお金を稼ぐことと、イコールやよってよく言ってて、だから、あの、そこにブロックがあるから、今稼げてないし、なんかパートナーシップもうまくいってなかったら、パートナーシップうまくいってたらお金稼ぐのもうまくいくし、あのお金稼ぐのが循環してたらパートナーシップも一緒だよってふうに、あの前々から言ってて、私はさ、なんかね、すごい貧乏マインドがめちゃくちゃ染み込んでて、まあ要因の一つとしては、なんかうちの親は共働きだったからすごくお金は稼いでたんだけど、あの、めちゃめちゃ苦労して、あの、勝ち取ってきた、まあ、学歴ない中で、あの、頑張ってきた方々なので、なんていうのかな、こう、恨みみたいなのがあるんだろうね、なんかね。私はもうすでに親たちが稼いでるから、あの、親たちが欲しかった学歴を与えてあげたかった、みたいな。そのお金が理由で学ぶことを、あの、諦めて欲しくないみたいな感じで、こう、勉強しなさい、みたいなのめっちゃ言われて。で、お金を稼ぐことも、なんか、なんていうのかな、消しゴム、ないから消しゴム買ってっていうのも仕事前に見るのだ静香ちゃん今から仕事行ってらっしゃいで、ね、あのちょっと見れるね。ですごいブロックがあったよ。なんかね、あのすごいうちって貧乏だと思ってたのね。そんなわけないじゃん、両親とも騙されたきなのか、まあ、めっちゃね、二十歳の時にそれ気づいて騙されたみたいな。めっちゃ気使って、なんか会食行くのにもなんか大丈夫かな、ちゃんと離れるのかなって。子供って純真だよね、親が言ったことそのまま信じる、あの、なんだろう、ある意味本当に純粋な信者だよね本当に真に受けてた、真に受けてた、なわけねえのにただ親は子供の頃自分が貧乏やったから、そのマインドがそのままで、自分が稼いでちゃんとあっても、やっぱりさ、あの、お金持ちの子供がお金持ちになるのはその考え方に、あの、よるんじゃないかなと思うのね。そうそう、だから、あの、まあ、でも誰でも大人になってから自分を教育し直すことができるっていう自由があるから、あの、子供時代がこうだったからこうですちょっとチーン終わりじゃないのよね。だからこそそこに課題があったり、だからこそそこに、あの、なんだろう、確保できたりするので、ごめんね、めっちゃ雨舐めてるけどめっちゃ覗いたいねこれで。ブロックがあったから、あの、 お金の勉強もだいぶしてるんだよね。あの、本田光一さんとか、まあ、本田光一さんを通じての武田和平さんとか、まあ、本田光一さんじゃなくて本田健さん、あの大富豪の教えとか、なんかその辺の方々の本とかもバーッと読んでたりとかして、まあ、でもみんな男性やんね、あの、読んできた人たち。だからさやちゃんに出会った時に、そのお金の話も性のことも両方やってみえて、で、子宮を持ってる一女性としての生き方のモデリングじゃないけど、モデルケースとして、すごい大きかったのね、私にとってすごく。で、まあ、武田和平さんの話だけど、お金、その和平さんもすごく貧乏に育ったのに、その借金を返しにお金持ちの人のところに、こう、親のね、借金を返しに行く役をやってたんだって。で、その時に、その恨みとか、その憎しみみたいなのはなかったんですかって聞いたら、いや、ないよ。お金を持ってるってことはすごいことだなって思ったから、将来、そんな風にお金をいっぱい人に貸せるぐらいの人になりたいって思ったよ、みたいなことを言ってて、やっぱり自分が世界をどう捉えるかで自分の世界は決まるんだとしたら、自分の意識が自分の世界を作ってる。で、まあ、究極言えば自分自身しか世界にはいないんだっていうようなことね。まあ、さゆちゃんも言ってたんだけど、まあ、ほんもやなと思って。だから私のお金の捉え方が変わった時に、お金を稼ぐっていうことに対するイメージだよね、うん、なんか悪いことであったり、なんか意地汚いとか、なんかそんなようなイメージを私は無意識やったよ。でもあったから、お金稼ぎたいですっていうことが、なんかすごいこう、いけないことのような、なんかお金稼ぎたい自分がいるのにそれを見せないでいるというややこしい中で、なんかこう臭い感じになっとったよねでもすがすがしきお金を稼げるっていう風に なるプロセスの中 で武田和平さんの本っていうか、まあまあ本田光一さんが書いた武田和平さんの本で、なんか日本一なんだタイトル忘れちゃったけど、まあまああるんだけど、なんかすごい感動したの。まあね、こうちゃん、お金っていうのはね、愛だよって言ってて、かっこいい。あ、そうそう、愛の勉強しないとってね、あの、ボビーさんも言ってるけど、そうそう、愛なんだよって言われた時、お金って愛なんや。めんどくさい言うとる。
めんどくさい言うとる。そう、愛な、愛なんやみたいなね。そしたら、まあ、まあだから自分を通過してお金がまた循環していくだけやな。誰か、ね、愛の人たちが私に、お金を、まあ支払ってくださって、そこ、私っていうものを、まあまあ、老化作用じゃないけど、通してまた別の人のところに行くわけだよね。だから、アキラライブで出会った人たちで、お仕事頼んだりお願いしたりとかしてね。まあ、去年で言うならね、アキラ兄さんのその、なんだっけ、60歳の還暦パーティーで、大津市に私、会場費として、まあ、約2つの場所に100万くらい、ご奉納させていただいてるけど、もうそれも、めちゃめちゃ嬉しいことの一つじゃない？なんかさ、めっちゃ楽しくみんなでわーっと楽しくして会場費だけでも大津市に、大津市っていうかまあまあまあホテルと船両方で100万ぐらいねお支払いして、まあそれは参加した方のお金によってはお支払いされてるんだけど、それはまあ私っていう人がやりたいってなって、でやろうぜっていうその合宿仲間の人たちでいて、で兄さんのこと大好きな人がわーって来て、でそこにね集まったその面白いエネルギーが循環していったわけでしょ。そんなこと思うとめちゃめちゃおもろいやんって思ってね。で、そうで兄さんのプロデュースをいっぱいしてきたけど、私そういえば自分に対する自分のプロデュースを本気出してなかったっていうか、なんだろう、すごい自信なかったんだろうね。指定ライブ初めてした時、いつだった ?2017 年の1月に初めて指定ライブ、アキラミカン指定ライブ、まだまだ全然、今でもね、もちろん未熟だけど、何にもできないうちからやってしまおうっていうのが私のコンセプトなんで、やってみないとわからない。やってみるから、次はこうしようが生まれるわけだから、早い段階で失敗とか、チャレンジすること自体にすごい意味があるから、やった方がいいよね。で、そのやるたびに自分のマインドを知らしめられるというか、あ、こんなに自信なかったんやとか、その兄さんの影に隠れるようじゃないけど、兄さんがいるから集客できる。兄さんを目的で来るわけだから、私はおまけみたいな、そんなマインドが実はすごい影のところに いるんやなっていうのを、すごい感じてて、私に失礼じゃないそれって。って思って、その来てくださる方うぬかんぬんじゃなく、私が私に対してそう思ってるってことが私の世界を作るわけやから、私に対してめっちゃ失礼じゃねって本当にそれはね思ったのね。で去年初めてねちゃんとしたこう CD をねこう作る形になった時にすごい嬉しくて、その中で私が疲れたい参加することに意義があるもうなんかこうちゃんとねまあ本当リリース記念とかもね、もうなんだ誕生日ライブとかもねしていただいてめちゃめちゃありがたかったんだけど、私がその思いをまだまだ伝えきれてないなって思って、どんなにいい商品をね作ったとしても、それに対する思いとか情熱とかがすごいあっても、それを発信してなかったらないも同じだよって思った時、私何やっとったんやと思って兄さんのその作曲した歌というものを通して私が伝えたいことであるとか情熱があるからこそ続けているわけだから、その情熱を自信ないだかなんだか知んないけどやらないことの意味はなんだよ、ただ単に傷つきたくねえだけじゃねえかとか、なんだろう、自分がダメだって思いたくないだけじゃねえかと思って、ダメでもいいじゃん、ただ改善していけばいいだけなんだからさと思った時、なんだと思ってめっちゃ鼻詰まってて聞きづらくてあれやけどな、あつちゃん、そう、あ、そうそうそうだ、あつちゃんもね、屋上コンサル、去年12月ね、行ったんだよね。で、アキラライブの仲間とか、お、ゆき、仲間とか、イメトレの仲間であるありさちゃんも、今度、経営塾行くって言ってた。うん。痛感してる、本当だよね。だから、なんだろう、自分、のフィルターを通して発信することって、私にしかできないことだし、あやのちゃんはそのね、宇宙のような美しいね、ガラスの発信で、どんなに可愛い子なのかっていうことをね、発信してたりとかして、やっぱり知ってもらうことで、こんなのがあるんだよ、こんなのがあるんだよって、お伝えすること、見てもらうこととかね。うん。なんか、それをただ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 もう本当にやり続けるだけで、誤解されることもめちゃめちゃあるし、それで私はまあ批判されることも
多々あったし、別にそれでじゃあ辞めるのかって言ってもそんなことが理由でやることはない。入れた。そう。あ、そうそうそう。で、アンズちゃんが言ってた時の、その、屋上コンサート。もう人によって、その内容違うし、さやちゃんはもう大体私の大好きな行き当たりバッチリ系なので、喋ること全部違うって言ってさ。だから、K塾も、私が行く今日のバージョンと、多分、アリサちゃんが行く1月24日に行くって言ってたかな。K塾の中身も、全然やっぱ違うと思う。だから、その、さやちゃんが、その場で、すぐに回答できるっていうのは生きてきたそのもうすでに内側に全部あるからどんと来いみたいな、なんかその力強さたまらん好きみたいなたまらんよねだからね、そのためになんか準備するってすることがあるとしたら、まあ会場整えるとか、まあそういうようなことはやるけど、その内容に関してはもうすでに内側にあるんだなみたいなのがあって、うん、あ、ちょっとさやちゃんと龍博士の二人が出演してた LINE ライブ。もうおすすめ。これは誰でも無料で見れるものなので、ぜひ見てほしいなと思うんだけど、ってね、って思うような、あ、さやつ、ハッピーちゃんが、意識改革じゃないけど、なんか、はるちゃんに電話してきて、はるちゃんってつい言っちゃうんだけど、ヤギさやちゃんね、さやちゃんに質問してきて、その質問がズバーズバーだったから、それに対して答えてる、なあ、私子供の時こんな風に思ってたんだって、思ってたっていうような内容が、LINE ライブでもう語られてるんだけれど、ぜひ聞いてほしい。ぜひ聞いてほしいんだけどね。LINE ライブね、ちょっと紹介するけど、まあちょっと聞いてほしいんだけど、まあ例えば洗濯機をこう見た時に、あ、私は洗濯機だって思うんだって。思わなくない？そんなこと。で、私は世界を洗濯する存在だって思うんだって。だから、何を見ても、だから、インラケッチ、アキラライブで言うなら、マヤ族の挨拶でインラケッチっていうのがあって、私はもう一人のあなたですっていう意味なんだけど、それをまさに、字でやってるんだよね。だから、何を見ても、どれを見ても、世界には私しかいないっていう前提が彼女の中にはある。もう子供の時からあったんだと思うんだけど、私が世界の中心だっていうあり方というか、その意識のあり方がズドーンってもう子供の時からこうあって、まあでも大きくなるにつれてそれが薄まっていって、なんていうのかな、まあ病気になったりとか、でもそれを思い出すプロセスの中で、そう、洗濯。洗う方ね。ジャブジャブ洗う方。で、だから、例えば、戦争を見ても、私は戦争そのものだって思ったりとか、私は毒だし薬だって思ったりとかして、そのものをどう捉えてるかっていうことの中で、自分っていうものの認識が変わるっていうか、あ、ちょっと深すぎてうまく言えないんだけど、私の口から言ってうまく言えないんだけど、まあ、だから目にするもの全てが自分自身なんだっていう風な考えが、あるわけだね。だから、私は戦争そのものだし、勝利という存在そのものでもあるから、戦う必要はもうないっていう結論だったとか言ってて、何そのかっこいいやつみたいな。かっこいい。なんか腹がズドーンってこう座ってる方なので、まあ、ある意味本当に極道の妻ですみたいな感じの人にもなれるよね。どんな自分にもなれるんじゃないかなって思って。で、まあ、アキラ兄さんとマサヤちゃんの、なんか、ある意味すごい共通点だなって思うのは、光と闇があってさ、ある意味、一般的な人、まあ、一般的な私みたいな人から言うと、お綺麗なポジティブなところ、光の部分だけが自分だって思い込みたい。そうでありたい。もうみんなから好かれたいとかさ、嫌われたくないのよ。逆を言うなら、みんなに好かれたい、嫌われたくない、失敗したくない、傷つきたくない、ネガティブな自分は見ないことにしたい、そんな自分は私じゃない、むしろそんな自分に似た誰かが見た時に、なんだあいつって批判することでそういう自分を否定してるっていうあり方があると思うんだけど、そうじゃなくて、なんかまあ兄さん自体も麻薬中毒者であったりとか、ホームレスもやったし、盗みもしたりし、人を裏切ったりもしたし、でもその自分も自分だっていうところから発信してるから、闇をどっぷり体験した後での光っていうものがあるからこそ、すごいその一つの中で生まれてきた言葉だったりするんだろうなって思うのね。で、それがもう女性バージョンじゃないけど、
はるちゃんバージョンというか、それがまあはるちゃんなので、私もやっぱり女性なので子宮を持ってて、しかも性的なものをものすごい抑圧してた私だからこそ、さやちゃんっていう存在にめちゃくちゃ惹かれたんだよね。あのなんだ、性的なちょっと人のちょっとしたもう本当性的ないたずらであったりとか、なんかこう嫌な思いをしたということで、それたったそれだけのことでもなんかやっぱり不信だったり不信感、男性に対する不信感であったり性的なことに対する嫌悪感であったりとか、ダメなものなんだっていう捉え方がすごいあった。でも性的なものを持っている自分の存在も否定することになるから息苦しかったし、あの重苦しかったし、なんか自分が自分を否定していることにさえ気づかなかった。他人をその男性を批判し、なんていうのかな、性的なもの全てを批判し、そして生理がある自分自身のことを批判し、あの否定し、もうないことにしたい、で大人にもなりたくないっていうふうに、もうないことにしたいって、もう拒否することによって、なんか自分という存在自体も自分でゴーってやってきたわけだよね。でもそうじゃない道を示してくれる存在がいることで、この首をちょっとずつこう離していくことができることで、息苦しさからの解放、私はそのアキラ歌は私にとって感情を解放するツールであったし、さやちゃんという存在によって自分が自分の中心をボーンと見るっていう勇気をもらう存在だった。うん、なんかね、そのが深くてね、さやちゃんの前にいたら、なんかこうそれができてない自分を責めるっていう遊びを多分2016年とか2017年の時はまだ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 してたんだけど、最近本当に自分を見つめるようになった時、たとえさやちゃんがそうだって言ってたとしても、私がそうじゃないって思ったらそうじゃないって思えるようになったのね。私の答えは私の中にあるから、さやちゃんそんなこと言ってないよ、もちろん私が全てで私が正しいみたいなことは全然言ってないのよ。あなたの答えはあなたの中にあるんだから、なんで私に聞くのよって逆に言うような方なのよ、もちろん。でも何て言うかな、私が見ているさやちゃんは実際のさやちゃんとは違うかもしれないけど、私が見てるさやちゃんの捉え方を私というフィルターを通して皆さんとシェアしますっていうのが、まあ1月9日明日と1月26日ちょっと時間タイムラグ、こうちょっと時間過ぎてからのシェア会になると思うんだけどね。なので、まあだからアキラライブ好きな人だったら、私は例えばっていうので兄さんの例を出したりもするので、あのさやちゃんのこと知ってても知らなくても、アキラライブでアキラ兄さんの歌知ってて好きっていう人で、で女性であの性的なものをこう鬱してましたとか、まあ過去の私みたいな人が聞いたら、まあちょっと分かりやすいのかなと思って、あもちろん男性でももちろん聞いて構わないんだけど、うん、全然ね、うん、でまあ聞いとって、もっと個人的に自分の問題としてちょっと話聞いてほしいみたいな人がいるなら、個人セッションじゃないけどマンツーマンでただ聞いて私が感じたこと言うだけなんだけど、まあ、まあそれもありですっていうのでやります。うん、であのまあ基本的にこれは私が喋ることによって、私が学んだことを自分にインプットさせるために人に伝えることを前提に聞くから、私のためにやってるんですけど、おかげさまで今お申し込み3名様いらっしゃって、個人セッション1名様ということで、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、誰かがね聞いてくださるっていうことがあることがめちゃめちゃありがたいし、めっちゃ嬉しいので。で私は ねあのメモマなので、あの、うん、これ私のある意味得意やと思うんだけど、あの要約筆記が得意なんですよ。あのアキラライブしてね行って、私がよくねこうやって打ってるのを見てると思うんだけど、まあ今回の持ち物はノートとペンというふうなことだったので、もともと私ノートに速記するのが得意だったのよ。でもただ兄さんにそのセットリストのまとめとか、そのライブでどんなことがあったのかをブログで記録として残すっていう、兄さんのそのブログはのれ分けシンガーにとって宝物やし、兄さんからの遺産だなって私はすっごい思ってるので、それをサポートさせていただくことは未来の自分の未来ののれ分けシンガーにとっての宝物になるっていう確信があるので、もう本当喜んでサポートさせていただいてるわけで、それが私が自分のためにやってきたその速記が、予約筆記が兄さんのブログの下書き書くときに役に立つらしいっていうことが分かったので、そのノート書いてるともう一回打ち直さなきゃいけないっていう手間があるので、そんなことやりたくないので、あのライブの中で速記させていただくことで、もう文字化してるやん、でそれを
添付したらそれを削るだけの話なので、まあ、加えたり、まあ、兄さんの所感のところは兄さん書いてるよ。そのなどういう順番でどの曲歌って、でその間にアキラトークどんなこと言ってて、まあ、それは私が知りたかったことなのか、まあ、それは兄さんはブログではいらないんだけど、自分が言ってることだから、その誰かこう登場人物で何県から来た誰々さんですとかね、その人に言ったセリフとかのまとめみたいなのを書いたりとかしてたわけですよ。してるんですよ、まあ、実際ね。まあ、それが、アキラ専属スタッフとして私がやってることの一つでもあるんですけど、まあ、写真撮りながら、未来の野根分けシンガーのね、これから先兄さんいつ死ぬかわからないわけだから、私もそうやけど、でも兄さんが死んでも兄さんの歌ってるアキラ歌は絶対残っていくもんだって、私はもう本当確信してるので、リアルな兄さんに会えるうちにアキラライブ行けるっていうのはめっちゃいいことだと思うんだけど、その動画もね、絶対残すべきだった。私は記録係やと思ってるので、リアルにこの時代に同じ時代に兄さんに出会ってるものの一人で、アキラ歌のれんわけシンガーの秘書長として、なんでそんなことやられるかわかんないけど、未来の私のためなんだろうけどね。俺はこんなものがこうあるので、ま、知らんけど、朝ね、またね、話そうかなと思います。めっちゃなんか喉痛いし、なんか昨日はねぐっすり寝て、あ、そういえば私レキヒーラーじゃんと思って、レキマスターなんですよ。レキマスター2つ持ってるのね。うんとね、吉祥レキっていうやつと現代レキのレキマスターなんですけど、自分にめっちゃ投資してるので、ほんと私セミナージプシーしてきたからね、ほんと。あと平本明夫さんの合宿30万ぐらいする合宿にも参加したことあるよ。お金ないのに何にも貯金残高見ずに、わあ、今行かなきゃ、わあって言って、危ないみたいな。で、友達になんか、振り込んでもらったとかした気がする。めっちゃありがたかった。なんかしたんだと思うよ。何やしら忘れたけど。本当に覚えてない。本当ありがたい。本当ありがたい。いつも助けられて生きてる。ね、私は、なので、これからの人生、恩送りで、ね、私にしていただいたことめちゃめちゃいっぱいあるので、還元していくね、人生にしていこうかなと思います。でもそれなんていうの、自分がしたいからよ、本当に。私がしたいからしてるわけね。やらされてやってることなんか何にもないよ、本当に。好きやっております、みたいな。本当にね、面白いよね。ということで、自分プロデュースするにあたり本気でね、で未来の姿も見てもらったんで、なんかね、あ、もちろん稼ぐようになるよって言ってもらえた。よかったね。で、でも、まあもちろん歌もやってるし、やりたいと思ったこと全部やってくださいと。なんでも。でもなんか瓶が見えるって言われて、瓶なんすかそれ。なんか物を売るのもやるらしいって言ってた。もう未来にね。で、まあでもそれは、あ、そうなんだとこの辺に置いといて。うん。面白いね。そんなことで。かっこいいよね、なんかね、さやちゃんね。うん、なんかね、数々のこのさやちゃん語録をね、めっちゃシェアしたいよね。いや、さっさとするとかね。明日ね、1月9日ね、午前中に。なぜ午前中なのか言うと、ホテルの Wi-Fi ある中で、やっぱり配信ね、家帰ると、明日帰るんだけど、うん、明日夜になっちゃうんで、あ、帰ったら寝たいやん。なので、明日午前中ね、また。それ明日1月9日のやつは公開じゃなくて、そのお金払ってくれた方にへのシェア会となります。で、今日の夜元気があれば、喉痛いとかここ痛いとかそういうのがなければ、今日のね直後の感想ライブ配信をしようと思っております。いや、なので、昨日もねブログ書きましたけど、ふわーってなったよ、ふわーって。やっぱね、素直にね、好きな人のことは好き、大好きな大好きがいっぱいの人生って最高だよ。もう私ね、言うけど、キムタクのことがめちゃめちゃ大好きだったのに、キムタクみんな好きじゃん。みんな好きなのが好きっていうのが全然我慢できなくて、好きって言えんやった。ずっと。好きじゃない。むしろ全然別に全然好きじゃないですって。嘘つい、自分に嘘ついて、何の得があるんだそれって思ったけど、なんかみんなが好きって、当時よ。びっくりした、びっくりした。怖い。で、ちょっと待ってね、ちょっと待って。はい。はい、もう少ししたら出かけるのでお願いします。12時前がいいってことですか。あー、なるほど。
近々出ないと、あと20分で12時ですけど。わかりました。どっちでもいいです。私が出かける時間が12時過ぎやったら、もうなしでしょうがないんで。はい。はい、どうも。わかる。わかるって言ってる。わかるって言ってる。部屋の掃除どうするって言ってる、また、今。はい、で、そう、キムタクが大好きなのに、すごい好きだったの。なぜ？めんくいやから。だから昨日も来た人で、めっちゃ可愛い女の子がいて、女の子でも男の子でも、もう見た目、麗しい人が大好きなのね。ただのミハ。で、可愛いっすね。みたいな。素直。素直。ねえ、自分が好きとかにさ、素直なのの方が人生楽しいと思うんだけど、どう思う？だから、大好きがいっぱいの世界を、好きなものを好きという、もう以上だよ。で、他の人が、なんだろうがどうでもいいみたいな。ただ、でもちょっとみんなが持ってるものを持ちたくないっていうのはちょっとまだあって、兄さんのその60歳の記念の T シャツ作った時に、うわぁ、兄さんやっちゃったね。お前自分が他の人のその記念の T シャツ絶対買わないタイプなのに、なんで作っちゃったのって私の中ではちょっと思ってて。ひどいよね。でも兄さん自分のその絵のやつ着とるやん。ね。いや、絶対自分のこと大好きなんだ、この人って思って。びっくりした、フロントの人がいた。すごいよね。私さ、この館内放送で起こされたんだけど、今電話でさ、お休みのところすいませんって言って電話来たけど、館内放送してる時点でお休みのところすいませんだと思うんだけど、どう思う？でもそれでさ、朝ごはん食べに行くのが9時半までで、9時20分に起こされたので、その館内放送で。おかげで、まあ、じゃあ食べに行ってみるか、って。食べに行った。面白いよね。突然すぐ話が脱線するみかんですけど。そうそう、それで、でね、アキラさん大好きな人たちはちゃんと、わー素敵と思って買ってあげるわけじゃん。買ってあげるんじゃなくて、買うわけじゃん、普通に。で、さらにアキラライブ好きな人が、その同じやつ持ってること自体が、もう私の中ではもう我慢できないというか、みんなが着てるやつを、なんで着なあかんのみたいな。感じのがあるので、絶対着たくないし、買いたくないし、嫌だ、みたいな感じがあるので。なんかこういうのとか、ちょっと小物やったらいいけど、バーンみたいなになっちゃうと、わー、嫌だ、恥ずかしい、みたいな。ほんとね、私恥ずかしがり屋なんだと思うのね。恥ずかしがり屋なのか知らんけど。だから、自分がすごい恥ずかしくなった時に怒れてくる、怒れてくるっていうのがめっちゃ良かった。自分が予測しなかったところで恥ずかしいっていう感情に襲われた時、恥ずかしいって思った自分がもうやるせなくて腹が立ってくるんだなっていうことが分かって、私すごい短気なのね。めちゃめちゃ短気なの。すぐ腹立つから。はぁみたいな。はぁってなるの。すぐ怒るの。びっくりするよ、自分でも。だからね、お客さんとしては結構クレーマーなお客さんだと思う。はぁみたいな。ひどい。ひどいよね。面白い。もう一回わかるって言われた、静香ちゃんに。どこの部分を分かってもらったんだろう。わかんないけど。そう。でも、そのクレーム、自分の心の中に思ってるクレームとか批判とかは、結局自分に言ってる批判だからね。それを知ってるか知ってないかで大違いだから、それを本人に伝える意味はなんだよって思うよね。その、やってもらう、その美容師さんにね、シャンプーつくの嫌な、シャンプーの時に私はこれがいいんだっていうのを言うのは別にいいと思うんだけど、もうちょっと優しく言えたらいいなと思うけど、その、なんだろう、そういうのじゃないやつ？そういうのじゃない時の、いちいち他人に言わなくてもいいじゃん思ったところで、自分の時にそういうふうにすればいいじゃんみたいな時に、ただ言いたいだけの時、自分がやってもいねえのに、言いたいやつ？あ、面白いよね。あれ何なんだろうね。暇なんちゃうかな。自分が挑戦しないのを他人にこう、それよりも自分がやれよと思うよね。面白い。ありがとう。ありがとうって思ってくださってありがとう。ねえ、面白いよね。ねえ、私はだから人間が面白い研究対象なんだと思う、私の中で。人間研究。うん、あと、誰よりも自分研究が好きっていうのが一番人生の中でお得なんじゃないかなと思う。あと、損得感情めちゃめちゃあるので、お得！
お得だからするんだよ。自分研究めっちゃ楽しくない？ぜひあなたのことはあなた以上に分かる人なんていないんだから、あなたがやるべきことはあなたのことをよく知ることっていうセリフを私に言ってんだよ今ね。分かった？そんなことでめっちゃめちゃさやちゃんにまた会える、午後からまたさやちゃんに会えるので、経営塾限定30名何名いらっしゃるんだろうね。今日行き島風が強くってフェリー欠航してるそうです。私帰るの明日なんで大丈夫なんだけど、今日帰るつもりだった方が帰れなくなって、飛行機キャンセルして延泊して経営塾行くことになりました。よかったね。これはもう行き島の風を味方につけて今日参加するなんて羨ましい限りだよ。3日間連続だよその人、すごいね、羨ましい。ということで壱岐島に来れる人も来れない人も私というフィルターを通して聞いてくれてありがとう私のためにありがとう楽しかったねそんなわけでみかんっていうフィルターを通じてのシェア会、1月9日と1月26日非公開グループの中でもうちょっとね突っ込んだ話をねしたいなと思います。時間が経ったらまたブログとかで全公開するとは思うんだけど、フレッシュなうちに早い段階で聞くことのリアルをお得感をねぜひ味わってもらえたらいいなと思います。では行ってきます。今加湿器ね、フロント行って、そう起こされて朝食行ったついでにこれ買って、これ初めて買ったんだけど、なんだコンディショニングドリンクだって、なんか乳酸菌とか飲んでね、ちょっと体メンテナンスしてもう万全の体制で臨みたい。そんなわけで、ではではバイバイキーン、ポチョ歌わないのかいっつってね、歌いませんよバイバイ、喉痛いなもんほなね、ポチョ。